はい、今回の動画は Excel で連続したデータを一発で選択する方法をご紹介します。で、Excel でね、データを選択するといったときはですね、こういった形でこうマウスのドラッグ操作で選択するっていうね、ケースが多いとは思うんですけども、ただですね、この一画面で収まりきらないのね、大きいね、まあ、表とかね、データを選択をするといったときはね、マウスのドラッグ操作でやるとね、まあ、どっか途中で止まってしまってうまく選択できなかったといったことがね、あると思います。で、そんな時もですね、ショートカットキーを使うとね、まあ、一発で選択をすることができるんですけども、じゃあ実際ね、そのやり方なんですけども、じゃあ例えばね、今回で言うと、じゃあこの日付のところから、この一番下のね、この2018年、12月の10日っていうところのデータをね、選択したいといった時は、まあ、一番上のね、データのところですね、今で言うとこの日付のセールを選択をして、キーボードのコントロールキーを押してシフトキーですね、こちらを押します。で、両方を押したままですね、まあ、今だと下方向にね、選択をしたいので矢印キーの下を押します。はい、そうするとね、これ今見てもらってわかるようにね、一番上の日付のところから一番下のデータまでが選択できましたということですね。といったことでね、このコントロールシフトプラス矢印キーでね、その矢印キーの方向にですね、このデータを選択することができますんで、じゃあ例えばそのね、右側ですね、じゃあ今で言うとこの日付から売上金額のところを選択したいよということであれば、まあ、日付をね、クリックをしてコントロールシフト、右矢印で、この右方向のですね、この連続したデータをね、一発で選択することができるということですね。はい、といったことでね、コントロールシフト矢印キーでね、その連続したデータを一発でね、選択することができますんでね、これを覚えておくとね、このデータの選択がね、かなり楽になりますんでね、まあ、ぜひ、使ってみてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。